皆様いかがお過ごしでしょうか。ハウリングです。久しぶりのラジオ企画になりましたが、皆様今年の夏は本当に暑いですね。暑かったというのか、もうすぐね、もうその夏の暑さのピーク的なのは終わるのかなっていう感じで、まあそれでもね、本来夏が好きな僕でも、まあちょっと今年の夏は暑すぎるかなっていう感じではあったんですけど、まあやっぱり夏好きの僕としては、夏の背中を見る感じは、ちょっとね、なんかね、ちょっと寂しくなるというか、まだ夏自体は終わってほしくないなっていう気持ちは常にあるんですけども。さあ、そしてですね、このラジオを発表している段階では、この当日なのか翌日になってるのか、ちょっと、まあ、読めない感じではありますけども、タルレクさんの9周年の記念のお祝いに行ってきました。昨年もですね、まあ、少しだけ、もうほとんど終了間近というところに、なんとかこう参加させてもらってというか、まあ、お祝いさせてもらったんですけども、そして今年もまたなんとかね、そのお祭りが終わる前に到着できたんですけども、まあそして本当にお祝いできてよかったなっていう気持ちで、今年も夏をこう満喫することができたっていう気持ちがね、僕の中であります。なんかタルレクさんのね、このお祝いがこの毎年恒例ようになってきたので、まあ毎年ね、僕もそこに顔を出したり参加させてもらうのがすごく楽しみだなっていう気持ちがなってるんですけども、気持ちになってるんですけども、そしてね、まあこのタルレクさん、いつもお世話になっている水口さん、タルレクさんの代表の水口さんと、そして北浩二直也さん、本当にいつもありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします。